い、恐怖の弾き語り、明日のジョーですね。はい、これはですね、もう超簡単ですね。ん？この記号は何だろう。わからない。なんかわからない文字が書いてある。わからない。自分で書いたのにわからない文字が書いてあるけれども、まあ。ああ、分かった。分かりました。はい、イントロもちょっと、イントロはですね、ルンルンルン、ルンルンルン、ルンルンルン、っていうことですね。適当にいろいろ考えてみてください。はい、じゃあそれでは明日のジョー、この間明日のジョーやってたんだよな。あれ期間限定で最近出てこないですね。ルーンルーン、それで一生懸命見たんですよ。ルーンルーンルーン、ルーン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 、すぐ弾けますね。ルルル、難しくないですよね。ルル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 ル、だんだんですね燃えてくるんですよね。ちょっと長くなってしまうので、はい、こんな感じでね、これとこういうね、もうフォークソングのもう定番、あのギターのね、あのジャランジャランって感じですね。はい、定番コードしか出てこないので一個も難しいところはありません、ありません。はい、もう Eマイナー、これですね。ギターのね、あの開放弦でいけるやつですね。で、あとギターの場合はね、カポタストってあるじゃないですか。カポタストってね、あのキーを変えたい人はね、それ使えばいいんですよ。うん、はい、私はあんまりギターやってた時ね、カポタストっていうのはあんまり使ったこと、そんな使わなかったですけどね。うん、そんなやることなかったですね。うん、ね、はい、まあね、あのいっぱいねシンガーソングライターの方にたくさんいらっしゃってね、いろいろね、上手な方いっぱいいらっしゃいますからね、そういうのもね見ると勉強になると思います。はい、はい、どうもすいません。はい、明日のジョーぜひ弾いてみてください。はい、失礼します。